個別指導塾で講師のバイトやってる大学生かっこ女だけど、質問ある？個別指導塾です。可愛い子いる？子供好きだからみんな可愛い。頭がかなりいい子の特徴とは？教科書を自分で理解できる子。高校生かっこ男で慣れ慣れしいやつどう思う？むしろ適度に慣れ慣れしい方がこっちも絡みやすい。頭良くておとなしい子はやりにくいな。ちなみに私は女。大学生？そうです。将来に対する不安は？バイトだからないよ。でも自分に子供ができたとしたら通わせたくない。自分が当時通っていたというのもあるが、あまり頭が良くない子には個別は向いてるね。ただ教師の質は高くないから、高度な質問をすると答えられない人が多く、頭のいい子には向いてないね。勉強が足りないからテストの点数が上がらない生徒には向いてると思う。でも、実際は勉強が足りてないんじゃなくて向いてない子供が多い気がする。発達障害のグレーゾーンというか、特に小学生で通ってる子とかはそういう傾向を感じたな。中高生の子とかはアレな子というより、向上心が少なくて緩めな授業を求める子が多かったな。緩い授業を求める生徒は目標がないんだろうな。生徒と付き合った？恋愛対象外。なんかコミュニケーションできない子が多いんだよね。隣で座ってると、特に男子ですごい異臭放つ生徒いるんだけど、対策教えて。同業者かな？マスクとかしたら？服とかに匂いつきそう。かといってすぐ交代してほしいとは言えないよな。その子が来てる曜日にシフト入れるのを避けるとかは？中学生に一言。目標設定してから塾に来い。生徒というか、親に言いたいな。周り見渡すとすげえ適当な講師とかいるじゃん。罪悪感的なの感じない？俺それで辞めたんだけど。いるけど、私が働いてる個別指導塾って教え込むより生徒の演習が中心だからな。他の講師を見てても罪悪感はない。講習をしっかりやらない塾側が悪い。私もたまに苦手な科目教えなきゃいけないことになるけど、やっぱり適当に。というか無難にやってしまいがち。人不足なのは給料が低いからかな。ちょっと前に、圧迫で強制内定辞退やったとこ問題になったじゃん。なんとなく教育系のグリーンそうなイメージだったけど、よく考えると教室系って啓蒙セミナーだとか変な流れのもあるし、結構問題のある業界なの？バイトだから採用事情とか知らない。担当科目は？学歴は？教室までバレるから大学名は伏せさせて。基本は英、国。マーチレベルか。こんな奴が教えるとか世の中終わってんな。関西の方です。学歴だけで評価する奴は本当に嫌いだけど。カンカン同率か。よく見かけるけど何も考えてないアホ面が多いな。面ではない。英語なんてその辺の塾のテキストより市販のテキストが有能すぎるんだよな。中学はそうだね。高校は塾のもなかなかいいよ。でも一番は、学校で買うようなやつ。いやさすがに単語文法熟語解釈ぐらいは参考書でやらせるでしょ。塾の仕事は読解問題を教えることじゃね。って思うじゃん。学校での授業についていけない子が多いんだよ。文法が全く覚えられなかったりアルファベットが書けなかったり。まあ塾によるな。大人数で作ってるのはしついし、一人で作ってるのはゴミ。暇だから勝手に書いていくね。私はこれまで塾に通ったことなんてなかったけど、周りの塾通いの友達は勉強できる子が多かった。働いてみたら、本当に、発達障害の疑いのある子が多くてびっくりした。クラスに2、3人そういう子がいるって聞いたけど、私が中学生の時より増えてるのかもしれない。しかし中学生相手に発達障害認定とは、さすが低学歴。自分の世間知らずを相手のせいにする。無とは罪とはこのことよ。実際に診断済みの生徒もいる、それは保護者が教えてくれる。低学歴でも何でもいいけど、決めつけちゃいけないと分かっているから、グレーゾーン、疑いのあるという言葉を選びました。自家塾の生徒ってちゃんと成績上がってんの？親に強制的に入れられてやる気のない奴は絶対上がんないだろ。あと、やっぱり塾講師って夏期講習押し売り気味に生徒に売ってるわけだけど、生徒が多く取るほど給料も高くなるの？ちゃんと塾の宿題やってきて授業中に寝ない子は、成績上がってる。でもそういう子って塾に来なくても、家で勉強したら上がるんだよな。講師が勧誘することはないから時給も関係ないよ。教室長が保護者と相談しながら週何回入るかとか決めてる。誤解しないでほしいんだけど、一応、発達障害の子供相手にボランティアしてたから、傾向が似てるって意味で言いました。あとは、保護者と教室長から、何人かの生徒が発達障害だと診断されたことを聞きました。集団塾に通ってる子と比較して、驚くほど勉強の仕方が分かってない子が多いよな。効率の悪い勉強をしてる。あと体感で4割くらいはガチで勉強向いてないから、勉強より手に職をつけた方がいいんじゃね、と思ってしまうことがある。集団は経験ないけど、クラス分けしっかりしてるとこ多いからそうなるのかもね。体感4割、わかる。目標とかプロフィール欄に書いてもらうんだけど、実際 YouTuber になる、歌い手になる、とか書いてる子多いし。高校3年生にもなって自習する習慣がついてない子が多すぎる。英語や日本史は、ある程度慣れてきたら自習が効率いいと思うんだけどな。しかしそう言ってしまうと講師の存在意義がなくなるジレンマ。本当にね、自習できない生徒は塾に来てるだけで安心してるけど、塾に来てない人の方が倍以上勉強してる。家で全くやってこないんだよな。
あと宿題全部答え見てやってる子に、どう注意すればいいかわからない。俺も塾校やったことあるけど3ヶ月でやめた。きつすぎだろ。今社畜だけど今の方がよっぽどいい。精神的に来るよね。保護者からのクレームを受ける教室長のイライラが降りかかる。マジか。俺はこんな楽なバイト他にないって思ったわ。生徒と喋れるし時給いいし、座れるし。無給時間多すぎじゃね。授業前は無給、報告書書く時間も無給。掃除までやらされてさ。マジで掃除する契約はないのにってずっと思ってた。社畜になったらオフィスは専用子会社が掃除するし、休憩してる時間も給料出てるわけだし、マジこっちの方がいいわ。スレは以上で終わっていました。お次は2015年の8月に建てられたスレをご紹介します。塾講師だけど質問ある？何でも答えるよ。名前、佐古、住所、南東北、銀行名と口座番号と暗証番号。それを知ったところで、お前に得なことは起きないぞ。俺はバイトだけど、塾講師って性格終わってる人多いよな。一概には言えんが、小学校の時は尊敬してたのにな。学校の先生よりかはマシだと思うがね。まあ変わってる人多いのは事実だと思う。何歳？対象の生徒何歳？科目は何？23歳、対象小4から中3、科目算数数学理科。個別は個人？集団授業。俺は個別の方でバイトしてたけど、集団だと予習大変そう。そうね、まあ慣れれば楽だよ。子供相手だし点数命やからな。せやな、特にうちは進学塾やし。授業の最終時間何時？21時。よく担当してた生徒が自分よりもいい大学に入った時の複雑な感情。いんや、素直に俺は嬉しいぞ。講師してなかったら何になってた？そうねー、エンジニアかな。予備校の先生が少子化だから大変と言っていたけど、実際どんな感じ？実際子供の数は減ってる、校舎もいくつか閉めてるし。塾講師で生きていくの？学生バイトからの正社員だよ、この業界好きだし。バイトじゃないんだ。授業の開始時間は何時？話を飛ばすようだけど、日本の若者の自殺がアメリカの2倍ってどう思う？外人との混血児たちは急速に増えているやろ？講習中とか休日は9時から、平日は17時から。まあバブル崩壊後の暗い時代に育ってきた世代、オアその下の世代、だからな。綺麗事だけど、子たちには夢を持って生きてほしいよ。そのための手助けをしたいな。大学どこ？地方国立。なりたいんだけど、やっぱ賢い人多い。高校までの教養をしっかりやった人なら、あとは慣れ。たまに化け物みたいな人もいるけどね。休みはどれくらい？夏休み、正月はあるの？基本的週1で休み、受験学年は元日から授業。受験学年の年末年始の授業の意味は深いんか？1月半ばには私立入試始まるから、中3は年末年始とか言ってる場合じゃない。あとは、正月も休まず勉強したんだ。っていう自信をつけさせる意味もある。高校科学基礎のコツ教えろ。ただ暗記するんじゃなくて、意味をよく理解するように勉強すること。どの教科にも言えることだけどね。バイトでは塾校が一番楽しいわ。大学受験生教えられるほどじゃないから中学生見てるけど。楽しいよね。意味を理解できる素養は何？学校の国語の平家物語の問題で、質問は苦問と同じだったから苦問で丸をもらっていたから、それを書いたら罰だった。素養と言われると難しいが、理系科目の基礎基本は計算練習だな。割り算が本当に理解できれば、微積分、物理、科学は余裕で理解できるはず。おすすめの参考書はどれ？ぶっちゃけ参考書なんか何でもいい。一冊のテキストを何週も何週も繰り返しやること。あと、自分なりにノートを作れ。それが自分だけの参考書になる。たまに高校生でも分数計算できないやつとか、アルファベット書けないやつとかいてビビる。本当にな。塾講師の立場から日本の未来の何が見える？一回の塾講師には重い質問だな。人名多い？いろんな名字があるもんだと驚くよ。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2021年の12月に建てられたスレをご紹介します。個別指導塾のバイト大学生講師格好男だけど質問ある？ある。個別？集団？個別やで。可愛いことやった？出会いはある？子供相手だからないやで。ワイもやってたで。 JK と話せるの最高や。金もらえるキャバクラや。キャバクラクソわかる。ほんこれもっと言うとワイはガールズバーに近い感覚。生徒の学年と科目は？小6、中学1、2、3、高2、数学英語理科、括弧高校は物理。担当してる JK が、夏休み明けに Y の授業を切ったのがショックすぎてやめたわ。Y 嫌われてたんやなって。ピエン？ 1 日いくら稼げるんや？ 5 時間括弧3コマくらい働いて7000くらいやな。Y のとこは1コマ90分で2500円や。けど準備と片付けいるから事実上2時間で2500円やな。2コマとか3コマとか連続してるともっと効率上がるけど。まあまあスタンダードやね。何年目？もうすぐ2年目やで。はい。なんか大変なことあった？生徒がもうやりたくないなぁ、かっこ本気じゃない、的なことをその子の担当教師に言ったら、その教師が、じゃあやめれば？かっこ切れ気味。って言っちゃって、その子の父親がガチ切れで塾に殴り込んできた。
教室の空気は冷え冷えやろな。シーンってして、Y はその状況を打開することを他の教師に押し付けて逃げたぜ。大学生以外に高齢おっさんとかババア講師おる？校長がおっさんとか書類で弾いてるで。個別に来る生徒って偏差値50以下の智商ばかりってほんと？指導してて理解度遅いと思う？親はカモだなって思う？智商5、健常者4、ガチ頭いい1くらいやな、Y のところは。高校生は楽だけど、小中はしんどいよな。小中学生って言葉とか色々ものを知らないから、知ってる単語で話すのが難しい。Y 小中高全部やったけど高校生のがきつかったわ。そこまで年取っててアホやったらどうしようもないもん。ガチでこいつらにこんだけ金払って親発狂せんのかなって思うわ。Y なんか小中高田舎の公立で大学も塾なしで国立来てんのに、あいつら中高大私立で塾も通ってアホらしすぎる。個別やと、実質時給最低賃金並みの割に仕事それなりで、割に合わんって思う？スーパー8時間脳死でやる方が楽とかある？現状月7万くらいもらえてるからまあ大変だけど満足かな。やんちゃなアホはなんとかなるけどコミュ障相手はきつい。グレーゾーンコミュ障は将来が心配や。愛嬌があればまだなんとかなるのに。これ、わからんの隠そうとするしな。マジでこれやわ。どこがわからないって聞いても黙ったままでどうしようもないわ。教え子が国公立に合格した時が一番嬉しい。ついで難関私立。高校受験は不運って感じやったわ。バイトする側としては助かるやろけど、大学生なんかに自分の子供任せるの嫌じゃないんかな。絶対プロの塾講師や予備校講師の方が、多少値が張っても成績上がるやろって思ってしまうわ。そうでもないと思うで。その理屈なら浪人生は全員成績上がるはずやん。結局は学生であろうが授業は伝えられることが少ないけど、家で少しでも勉強しようとなるようにモチベーション上げられるのが重要。東大の家庭教師はクッソ稼げるって聞いて、ちゃんと勉強してなかったの後悔したわ。そんな素晴らしい学歴じゃなくても、田舎とかの国公立大とかでも儲かりそうやけどな。その周辺じゃ一番頭いい学生なんやから。基本時給3000からやで。ただ東大生やったら仲間内で事業作るかインターン行った方が儲かるし、経験になる。個別は貸す。長期休み期間とか労働基準法バリバリ破られて、申し訳程度にゲリラ空きコマ作られてアリバイ作りみたいなことされたし、ブチ切れて年度終わってすぐ辞めたわ。そもそも生徒の成績上げることより、カリキュラム完遂させることしか考えてないから生徒がかわいそうすぎる。大手の弊害やね。スーツ着る？ Y のところは着るやで。小学生と高校生教えるの楽しかったな。中学生はやっぱとっつきづらい子が数人いたわ。トーマスか？友達がそこで働いてるけど、挨拶する場所まで決まってるって話聞いて戦慄した。Y もトーマスやけどそんな厳しくないぞ。単に塾に入るときと帰るときに、こんにちは、お先に失礼します。って挨拶するだけやから。それの日の大学は？都内私立理系や。Y の塾は一体にやったけど、生徒が男女一人ずつの時はどっちにも話振って仲を取り持ってやってたわ。一緒に帰ってるの見た時は胸熱やったで。なんかちょっと感動した。名校 Y、給料のクソさに震える。今の仕様やと生徒と会話しなくてもいいから、自分の趣味の勉強に打ち込んで金もらえるとも言える。Y だけだ塾やけど塾長がクソめんどい。適当にやれなくてうざい。賢い子ほど可愛いのってほんまなんなんやろな。慣れると話してるだけで金もらえるから楽やで。これやな。毎週担当してる生徒とかはほんま楽。夏期講習とかがだるい。ほんまにこれはある。普段担当してる子だと喋るから楽やが、夏期講習とかだけ担当する子とかだと仲良くなるまで面倒いよな。で仲良くなっても講習以外受け持たないし。まあ、たまに普段持ってない JK の授業とか入るのは、講習特有の楽しみやけどな。けど今年の夏期講習はひどかったわ。小学生ばっかで JK が1回だけやった。意図的に避けられてんちゃうんって思うレベルで。生徒の心つかむのは難しい問題を解いてみせることやなくて、当たり前に使ってる公式とかを、わかりやすく理屈を説明できた時やぞ。判別式を戦車で例えて心は静かににしたわ。学校の先生って自分でゴミみたいなクリント作って頭悪いなと思うわ。教科書が最強やのにわざわざ解約するゴミ。これメンスなぁ。たまに問題文が不適切で回答が出せない問題とかあって笑うわ。所詮大学受験の落ちこぼれやなんやし、無理せんといてほしい。教科書わかりづらいわ。そもそも教科書読んで理解できるガキなら塾来なくてもやってけるしな。違う。教科書を基本に、授業ではそれを細かく噛み砕くんや。別にプリントとかいらない、何のための板書やねんって話や。例えば数学で教科書がわかりにくい理由は、なぜその計算なのか、とか途中式が抜けていることや。その間を埋めるのが授業。先生の役割。アホみたいに美人な JK 受け持った時は、塾校がストーカー化するって、普通にどこでも起こってるなこれ、ってなったわ。個人情報がバカバすぎるわ。割ととんでもなくプライド高い講師いるけどあれ生徒かわいそうやわ。Y のとこ一人だけクッソかわいい JK おったわ。芸能家に行ってるらしい。かわいい JC 眺めてると給料安くても満足できるから不思議や。塾校やってると学校の教師の凄さとゴミ差がわかる。なんやねん教科書読むだけとか、教える気ないやろ。
逆に生徒みんなからわかりやすい、面白い、と言われる教師の凄さよ。多数に教えるってほんと難しいよな。難関大目指させるのに個別指導に活かせる親は頭おかしいんかと思ったわ。講師の当たり外れえぐいやろ個別。ほんで学歴的に当たりでも、生徒見下して生徒目線で教えようともしない終わってるやつも多いし、なんもいいことないわ。Y 知り合いも見下すタイプで塾講師やっとるわ、生徒がかわいそう。自習室確保代わりに一コマだけ取ってるとかならええんやけど、なぜかコマを多く取らせる家庭の生徒はかわいそうや。しかも頭ええんやからそんな取らんくてええやろかん。たまにいる、すごく真面目なのに絶望的に処理能力がない子見てるとき辛い。頭の良さもまあまあ生まれつきなんやなって。回転の速さは小さい頃からの訓練もあるんやろな、やっぱ親ガチャやで。どこが分かってないのかすら分からない生徒はそういうのを見つけるのがこっちの仕事やから全然良かったけど、その状態になってるにもかかわらずいや知ってますよってスタンスで来られた時が一番めんどくさかったな。普通に素直に分かりませんしろやってずっと思う。専属担当とかないから他の人の塾ちょっと羨ましいな。でも、顔もコミュ力も死んでるわいには無理やろな。専属担当は評価下がるの避けるために仲良くなるまで気を張るから大変やで。個別で発達が、地方層。受けてる側も教えてる側もどっちもやからな。発達が発達しまくってるからある意味発達じゃない理論。勉強の習慣がない奴が大半を占めてるで。ここ数年めちゃくちゃ増えた。保護者から最終処分場みたいな扱いされてるような気がする。問題わからんのはええけど受け答えできへん生徒は辛い。講師って馬を育てるのとかプロデューサー感覚なのが面白い。テスト一週前とか追い切りやん、と思いながらやってたわ。テスト対策で、テストコピーして来年の対策しろ、とか言われ。この学校かっこ母校、担任持ち上がりなんて去年のテストは何の参考にもならないんですがとはい困惑。雨めっちゃ降った日に塾校生活でたった1日だけクロックスで行かざるを得ない日が重なって、その日が代打で1回だけ担当したこの授業の時に当たってしまったせいで、その生徒から足撃臭やろうみたいな印象で臭わってしまったのが唯一の後悔や。くそ、何がわからないのかがわからない生徒に対してってどう対応してるん？くそ噛み砕きまくった解説を一方的に行う。質問のレベルを下げていく。この数式は何してるか説明できる？じゃあこの公式は説明できる？みたいな感じかな。最悪掛け算できるか、みたいなとこに着地するから笑う。生徒を見下すようになったら終わりや。やめた方が生徒のためやで。わいは、いくら勉強ができてもそういう人間になったら終わりや。って生徒にも言っとる。A 先生や。個別の社員校長だけど逆になんか質問ある？バイトを酷使するな。見下しまではいかんけど、高校受験直前で連立方程式と県生徒とか見ると、どうすんのこれって思う。これに絶望してやる気あったわいはやる気なくして、ただの金もらえるキャバクラとして割り切ったバイトになったわ。こういうのほんま悲しくなる。JCJK って可愛いけどやっぱ恋愛対象にはならんと思った。それな、なんでやろ。なんだかんだで褒めてやるのが最強よな。わいのとこの塾長いつもそれ言ってるわ。自信持たせるのってモチベも上がるし、それで点数上がってきたら A サイクルに入るんよな。義務教育の限界を感じることが多々あるな。それはこの辺りで終わっていました。誰かに教えるということは自分の勉強にもなりますし、講師のバイトは学生には良いのでしょうね。皆さんは塾講師として働いてみたいと思いますか？